どうも斉藤紳士でございます。さあ、今日はですね、1日1冊本を読む人の動画を見たというお話でございますけれども、まあ多読でありたいというふうに思います。多読がいいのかと言ってますけども、まあそんなんだろうな、その読書量誇りたいっていう人に対してちょっとって思うだけであって、いっぱい読みたい本があるから、いっぱい読みたいよそりゃと、でもなできないんですよ、時間もないしねっていうのを思っていて、じゃあその方法ないですかみたいな感じで言ったら、速読できひんだから速読できひんねんみたいな、またね、市内持った謎の女みたいな、そういうバカみたいなね、話になっちゃいますから、そういうんじゃないと、そういうんじゃなくて、まあ、実際どうやって読んでいるんだろうかなと思った時に、本当に流れてきた動画です。だから誰だか知らないですけども、1日1冊私は読みますっていう人がどういう生活をしているかっていうのを見たら、素晴らしかったです。素晴らしかったというか、すごい、そうやってんのか、そら読めるなっていう感じでした。もうだって、そのために1時間早く起きるとかですからね、まず。はい。まず、読書のために1時間早く起きる。で、読書をする。みたいな。で、朝ごはん食べながら、どうしてます皆さん。テレビ見るでしょ？見ないですよ、その人は。テレビじゃなく、スマホ立てにですね、うまいことなんか小説をこういうふうに立てて、パン食べながらそれを読む。ね。で、移動の電車ではもちろん読む。ね。その人は学生さんだったんですけども、授業の合間合間で読むみたいな。この、いや、そんな 5分とかでしょって言いますけども、なんか読めない人って、まあ、僕も含めなんですけども、読めない人って、1時間ここにあったら読むんだけどな、5分か。5分じゃ読めないからスマホ見ようってなるんですよ。違うと。もうね、1日1冊読む人はね、もちろん寝る前にも読むんですよ。もうね、読むために時間を割いているし、もうちょっとの隙間でも読むことにしてるんですよ。ちょっと隙間が空いたな、ちょっと隙間空いたな。10分か。スマホ見ようってなるでしょ。違う。スマホ見ようじゃない。10分、あ、もう10分あるなぁの時間ももう読むぐらいの感じです。そしたら、1日1冊ぐらい読めますけどね、みたいな感じで、その人はおっしゃっていて、でも実際そうですよね。あの生活をしてたら読めそうだなと思いました。うん。まとまった時間、3時間ないと読書はできません。とかね。だってこんなに太いもんとか言いますけども、じゃいや、いつもあなたじゃ太い本を読むのに、そう、もう、最初から最後まで読み切るまで時間を確保してるの違うでしょ。ちょい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 飛び飛びで読んでるでしょ。その飛び飛びで読む回数を増やしたら、やっぱりね、読み進めるスピードも速くなるから、その分やっぱり読めますよっていう、本当にシンプルな話でした。シンプルだけどなかなかできないなっていうところで、でもちょっと真似しようかなと思ってます。いやいや、本を読む以外にもやることあるんで、W みたいなね、人いますけども、うん、それはそれでいいんですよ。それはそれでいいと思う。うん、けれども、やっぱりやることを、例えば1時間、作業しました。そっから次作業するまでちょっと休憩しますの間あるでしょ？ここで読んだらいいのよ。そこで何見てる？スマホ見てるから絶対。絶対スマホ見てる。トイレ行って、トイレしながらちょっとスマホを見るのが私癖なのね、良くない癖だと思うけどっていう人、そこで本読めばいい。ね。ほんとそうなんですよ。ちょっとしたところで読む。もうこの積み重ねでしかない。というふうにその人の動画を見て思いました。はい。まあ、真似できるかどうかはわかんないですけども、それぐらいやったら、もっと読書ペースっていうのが上がるのかなというふうに思ったので、覚えていればですね、その人のね、動画のとかを概要欄に貼ったりとかしたいですけども、ただただ流れてきたものを見ただけなので、どなたかはわからないです、ごめんなさい。でも1日で1冊読む方法みたいなんで検索者出てくるのかな、その人のは、まあ見ていただいたらわかると思いますけれども、もうシンプルに読む回数を増やせよ、読む時間を増やせよだけです。それ以外の方法なんてない。速読できへんねんじゃない。そんなやってたら、まあ
1日1冊は読めるということだったので、これからはそうしたいなというふうに思っております。はい、というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。